聞いた話によるとな、聞いた話によると、どうだっけ、ここか、タルか、ここになんかあるらしいね。宿屋の他にもなんかあの、なるほど、おお、はいはい、あ、ここでやってんのかな、買いに来た。あ、売ってんじゃん、ここ黒炭の灰、あ、謎アイテムだ。いいえ、武器とか売ってんの。いいえ、いいえ、あ、武器欲しいの。オッケーオッケーオッケー。あ、売ってたんだな、ここな。なるほど、貫きの杖、たけえな、これ。昨日月のローブ、竜の裏、ヘパの盾、それ、意識買ってみるか。月のローブ、これあれじゃねえか。あー、でもどうなんだろう。あっちの、月のローブ、ちょっと買ってみるか。これ夜だかな。夜だけど、あれだよな。夜だ、前に買ったもんな、なんかな。竜の裏買ってみる。ちょ、一個ずつ買ってみて、ちょっと。試してみるか。まあ、わかんないけど、ヘパーの盾もなんか欲しいね。これあれじゃね、ヘパートスのあれか、これ、もしかして。これを、あの、変えるってことは、多分そんなにめちゃくちゃ強いってわけでもないと思うんだよな。水の冠ってなんかあなたっぽくね、夜だっぽくないのか。白衣のことや、これはあれじゃねえか、これヘラクレスだろ。ヘラクレスと、誰かいる、あと。ボラオか、貫きも気になるけど、高えな。あ、できないんだ。ああ。ちょっとこれ試してみるか。どのぐらいあれなの？あ、まあまあ、上がるっちゃ上がるか。あ、竜できる？竜はなんかあれじゃない？なんかなんかヘラクレス、ボラオンって感じが好きよな。あ、下がるんだ。ダメじゃん。なんで、せっかくあれ買ったのにな。じゃあこれでいいや。なんかあんのかね、それともな。とりあえずビクトールで、ヘパいける？お、いけんじゃん。やったやった、オッケーオッケー。朝の手袋とかいらんかも。黒の三日月、なんか、あ、できません、できないか。めっちゃ上がるじゃん。上がった上がった。マジで？上がっておりますね。なんということだ。俺はいつまでこれを持ってるんだ、このわけなかないって抜くんだ。うん、これで買えるか。ちょっといろいろ売っ払ったけど。これはまあ気になるもんな。貫きもこれあれなんじゃないの、多分まあ夜だろうと思うんだけど、まあ、杖、杖からまあどうなんだろうな。さあ、この5万8000どのぐらい、この5万8000の威力を知りたいの俺は。142!142やばくねえか、どんだけ強いねって。ビクトル超えたんじゃないこれ。いきなりめっちゃ強くなったぞよーし、これはもう、もう準備万端だろ、ほとんど。よーし、行ってくるぞ。何も言いませんよ、任せろ、俺に任せるんだ。なんか船で行くとな、船で行かないとなんか取れないものがあるっていう、なんか私の友人が教えてくれたんで。お、初バトルがこれかやばいぞこれは、全員揃ったぞこれ。うぅ、203 あ、夜だ、でもあれで、お、思ってるの上がってねえな、あれでも、いえ、ヘラクレスがおかしいのか、ヘラクレー。まあ、結局この俺が前に訪れた島なんだけれども、ここら辺になんかね、ここら辺に何かがあるらしいなんか思い出すな、何があんだ一体よ。これは結構向きとか関係あるからな。なんもないの、本当にガチでなんもないのかどうなんだこれは。
いつ終わるんだこれは。ユースのこと言えた。ついに。これがその噂の。噂のあれだというのか。これは、ボロンでいっかじゃ。それできるのかな。多分できると思うけど。お、あの結構まあ、悪くないんじゃないの。まあ、ずいぶん苦労したけどな。ずいぶん苦労したぜ。では行くとするか。行くとしようじゃないか。ついに来たぞ。結構やばいんじゃねえか、これ。破壊の斧だな。封印を打ち壊し魔王のところへ。封印を打ち壊し魔王のところへ。打ち壊していいのか。そもそも。何これ。あ、落ちれんの？ん？戻る。今の復活したよな。おい、何やってんのか。こいつが怪しいけどな。破壊の斧だな。いや、こいつが怪しいんじゃないの。なんかその封印打ち壊すってのが、なんか、そもそもなんか、とてつもなんか怪しいけどな。おお。誰も答えてくれない。破壊の斧。何もないみたいな。あ、これ何？ここで使えたこと？ヘラクレス行くぞじゃあ。破壊の斧をしっかり電源支援、そして振り下ろした。ドアー砕け散った。しかし、やばいんじゃねえか、これ。おー、落ちた。やばいやばいやばい。え？何これ何これ、うわー、色が。やばい。何これ、ちょっと待って。一回入ってみよう。あいつは？あー、なんか隠されてる。必ず倒さなくてはならない。まだに引けないぞ。え、ここ？めっちゃなんかすごいことになってる。え、あ、これ中に行くって感じか。多分中に行くんだ。これ関係ねえのかじゃあ。え、これ。おお、え？出るねし。やばい。ちょ、待って。なんでこんななっちゃったの？うわぁ、ちょっとマジかよ。なんでこんななっちまったんだ。やべ、ヘラクレスで倒せねえぞ。これやばいんじゃねえか、かなり。マジか。これとんでもねえあれになってきたな。しかもさっきの地下行ってねえぞ、これ。うわぁ、そこ何があったんだ、一体。戻れないのか、これ。戻れる可能性は、ちょっとまあやってみて分かんないけどな。ヘラクレスが覚悟をしろって言ってる。敵を殴るときに、なんか懐かしいな、なんか。あいつを昔なんか殴るときになんか覚悟をしろとか言った気がするんだよな。頼む。ああ。なんてこった。やり直した。いや、まず気になるんだよな。非常に。まずここだろうって。ここ、あ、気楽な石だろうって。これ何これ。これどこに繋がってんの？天空？これどこに行けんの？調べる。これなんかないのかね？手綱がここで。違うのか。船は鬼に荒れてしまった？これいつの話だ？これもう前のやつなのかな？おい、ジャンの男はどこに？何やってんのか。怖いよ。情けに野郎だろうな。あ、でも、変わってるもしかして。言ってること。何が起こったんですか？なんかちょっと違うな。魔王を倒して。え、なんか遅いムードになってんじゃん。え？な、まず最後。水が黒くなっても望み捨てはいけない。おぉ。え、なんか結構細かいな。もうダメなんですね。ダメってよ。ちょ、実家行ってくるわ、じゃあ。変わってるかもしれない。何も言いません。分かって。任せろ。誰もどうすることができない。もうそういう感じなんだ。お。君たち何やってるんだね。もうなんか世界こんな感じになっちまったのか。なんか色変わったもんだ、なんか。闇は必ず照らされる。お。そうか。そうなのか。翡翠はあなた方を守ってくれるはずです。おお、翡翠ね。他変わってるかな。大体こんな感じかなんか。みんな生きれたってんだなんかな。おお。こ
怖いよ。お母さんが息切れ立ってしまった。あれは何だったんだ結局、このなんか謎の物体は。ふい、気をつけて頑張ってね。任せろ任せろ。悲しいな、ここは。まあ倒すしか助かる道はない。なんかもうあれだな、もうラストなのかな。案外ラストだったりしてな、そんな感じはするけど。こっからだと始まんのか、闇の世界編が始まんの。知らねえけど。でもヘラクレスが来たんだったら、なんかもうもうおしまいな気もするがな。ユキ欲しい、行ってこいって。ユキを見つけるでしょう。お前たち何をやらかすってんだ。とんでもねえことやらかすんじゃないだろうな。タロス、タロスで終わろう。さあ戻ってきたぞ。敵の威力がとんでもねえことになったんだよ。とんでもねえぞマジで。323めちゃくちゃだぞ。いや超強いじゃん。でも経験値がなんかそうでもないんだよな。そんなになんか美味しいと感じないっていうか。まあどうにかなんだろう。ヘラクレスがなんか元の能力が半端ねえんだな。トリフォーやめんか。いや65、あいつだけイカれてる。まあ確かにな、あの強さを支える経験があるからな。俺は知っている。とんでもなく時間がかかりそうだなこれ。てかなんか緑じゃねえ、おお、なんかあるな。緑色のやつがやばいんだよな。あいつがなんか120ぐらいさダメージが出てくるんだよ。緑色自体はなんつうの、こいつ、あいつから全体な120のダメージが出てくるんだよ。とんでもない話だろ。なんじゃこれは一体。これ宝とかあんのかね、ここに。ハデスドック、ハデスドック、ハデスドックってあれじゃないの、なんかいたよな。うわ、ちょっとこれ系はまずいんじゃないか。ちょっとこれやめてほしいな、ちょっとな。めっちゃ暗いじゃねえかよ。ワンにもいたんじゃないのか。魔王は一体何者なんだよ。魔王はあいつか、例のあいつなのか。デクデンデン、帰れ。ダメージ量半端ねえな、これどうにかならんのかこれ。無限ループでなそうだね、これ合ってんの。ふう、案外レベルが足りないっていう可能性もありえんだよな。だけどこのメンツならいけるだろさすがに。甘く見すぎ、恐ろしいな。そしてこれ出れないのか、これ出れない、それかなりヤバくね。出れないっつったらここで戦ったとしても死んだらおしまいじゃん。これ何これ。あ、これあれじゃん、え違う、向こう変えてみるか。じゃあ、あの玉座のような、何これ。これ失敗したんじゃねえかこれ。左側に来たわ今、ずっと戻ってきて。どっちだ、こっちか、こっちだってほしい。ゆっくり行くかな。こっちじゃない気がする。こっちじゃないだろ絶対に。いやー、ふぅ、どこに繋がってんのこれ。まっすぐ北が、上りもある。俺さっき来なかったか、ここ。そういうパターンもしかして。戻ってきた。あそこじゃなかったな、完全に。だいぶ歩いてきたが。お、まっすぐ歩いてきて、で、まあこれが。いや、ここなんじゃないのって、これ全部外れてたじゃねえか、もう完全に。とんでもないな。逆にそれはそういうレアだな。もうだいぶ削られたら今のでも。とんでもねえ数高かったからな。え？なんかまた見覚えがあるような、なんか。たまにあのデビルホースだっけ、あの、俺最初弱いと思ったんだけど、エグリコイン即死やってくんだよな。だ、それで殺されてしまって。で、やたらなんかボラを狙われる。俺はどうすればいいんだ。大丈夫かな。てか、マジで敵強えぞ。そしてやばいのが、もう MP がねえんだよな。だいぶ減ってきてる。またやばそうなの来たな。
大丈夫かこれ。おい、まあそんな強くなければいいけど。もう全然倒せんじゃん。いやでもこういうのに限ってあれなんだよな、めっちゃ強いんだよな。ててよしいぞ。それでいいんだ。あー、ミスった。この一歩が余計な一歩歩いてしまった。いやこれちょっとなんか怪しいな。これも来たんじゃねえか結構。おお、何をあれ床踏んでいけんのか。なんじゃこれ、もう逃げていいかも。逃げそう。おいしいぞいいぞいいぞ。いけないね。これ踏んでいけってこと？あ、これ踏んでいいの？それはありなのか。うわ、これなんか来るだろ、絶対に。絶対いるだろ、これ。あ、まだまだね。まだそんな感じ。いや、これは、いるんじゃないか、怒らないか。回復しといたわ。いや、これは、お、でかい。お前誰だ、お前。え、なんか出てたいよ、みたい。ガッハッハ。そういう感じなのか。お前誰なんだよ。大ゾンビ暴れようか。お前たちからだ。あ、もうそういう感じなの。おお、クロノス。え、なんか曲はなんかもあるじゃん。そういう感じなの。スパラ使ってみるか。これたちコミュ力上げるやつだろ。まあ、とりあえず殴って。いや、殴りでいいや。お客さん、もう頼むぞ。あ、マジで頼むよ。これラストボスか、これ。惜しいぞ。パウラ、剣は隠した？お前、一旦目そんな感じなの？まあ、別にいいけど、俺は。全然上がってねえじゃん。全然上がってねえじゃん。これ多分殴ったら音取り絶対だろ、これもう。で、これ何かやってくる前にもうゴリ押しだろ、これは。ポリソーマの。だいぶなんか減らして、半分ぐらい減らされた？でもこれちょっと怖いな。あー、これ失敗するの？お前が要なんだぞ、ヘラクレス。あいつ頼むよ。うわ。あいつ回復す。パウラ。パウラだったらまあそんな回復してないだろ。8時ぐらい。ベホーミーと一緒だろ。おヘラクレスお前失敗しすぎだろ、お前。それはまずいだろ。いや、まず頼むよ。ほんと頼むよ。おし、ミオカさん、イエス、いいぞ。お前のその鍛えられたの、お前は。よし、いいぞ。いけ、行ってこい、行ってこい。いや、もう倒せるだろ、これ。この感じだったら。知らねえけど、知らねえけどさ。ああ、もう恐ろしい、マジで。マジで怖え。こうやってずっとパワーやってくれれば俺はもう勝てるよ。うむ。なんかそう、なんか。何この、なんかもう、完全やばいとか出てきた時のあれじゃん、曲じゃねえか、これ。おい、一緒やったろ、お前。一緒それでいい。昔のハデスといい、なんかもう。変なやつしかいねえな。魔王といやからには。お前、マジで言ってんの？本当にこれしかやってこないの？そんなことがありえんのか？え、でも俺倒すとじゃねえだって。いけそうじゃねえか？もう別に、俺は別に全然構わないけど。モルシーは、封じ込めた。そんなでも関係ねえわ。魔王が使えねえからな、こっちは。そしてこれ使えねえからよ、こっちはよ、魔法がよ。ヘロクレスおいよ。抜かしたらあいつは魔法が使えない男だ。よーし。え、なんかめっちゃいい感じのあれじゃないな。一方的にダメつけてんじゃん。お倒した。これ終わりか？いやー、なんか怪しいな。クロノスを倒した。と思ったのだがなんだよ。そんなものか。俺の力見せて。あー、第二形態か。この世界闇で多い人間ども皆殺しにしてやる。お前のフルス、やめろお前、何やってんのお前、ふざけんな。おお、え、闇の世界です。話す相手はいません。いるだろ。ありません。なんでだよ、強さは。なんでわかんねえんだよ。外せない。どんだけあれなの。闇にかっけえさら、かっけえさらすぎだろ。まさか。あれを使えと。